課長広信5月22日から1970年10月23日は日本の皇族、政治家、海軍軍人。伏見宮家の出身で、後に親戚皇家氏家族となり、貴族院議員を務めた。階級は海軍大作一等公爵。皇族時代は広信王という。1925年7月14日。 海軍兵学校を卒業した広信は、同日海軍将位候補生、岩手乗組を命ぜられ、翌年の1926年12月1日に、海軍将尉山城乗組に任命される。昭和12年7月、海軍大学校卒業。また、同1926年10月19日に、訓一等局日等下大受賞受賞、12月7日に、親戚降下し、 課長の野号を玉割公爵として家族に列せられた。この際、実刑である課長の宮広忠王の死により断絶していた課長宮家の妻子を継承した。同月13日、官員の宮子と日と新の娘、花子と結婚。1932年12月に、あたご文長に就任。以後、明けぼの水来長、さざなみ水来長、軍令部員等を歴任した。 1935年には、公爵として、貴族院議員に就任する。1939年10月に、海軍大学校教官となってからは、各種学校の教官を経験する。1945年7月15日に、海軍水雷学校教官に補いされ、翌月8月15日の終戦を迎える。階級は、海軍中佐であった。同年九月五日には、 海軍大佐に進級し11月、予備役編入となる。1929年に、広信が作らせ、1931年に完成した邸宅は、所在地である神奈川県鎌倉市によって保存されている。兄弟たちが、病死や戦死で創生する中、父宮広安王と共に、太平洋戦争終結まで存命であった。1946年4月12日、 貴族院議員を辞任、同年公職追放となる。1951年に妻花子と離婚、旧皇族の離婚第一号となる。その原因は、花子と戸田豊太郎との不義密通が発覚したことであった。花子は結局戸田の元に走り、広信は再婚して、渡米、心理学の研究生活に入った。広信王に関するカテゴリー。ありがとうございます。